ॐ शांति 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 हरि ओम। इतना दुख मारते आ रही हैं स्टार सच किसान मान सकते हैं スロディアない隣どこから、13章の11から バグワギター14章の11節から、はいはい、どうぞ皆さん最初ボスデーバボスデーバスタムデーバンカムサチャムラマルダナンデーバキーパラマナンダンクリシナンバンデージャガトグルンシリーバガバヌバチャテシャムエバヌカムパルタムジュジュヤンシュジュイチカ14章な14章あすみません14章の14章サルバドワレシュデヘスミンプラカシャウパジャヤテギャナンヤダタダウィディアビブリッダムサタミトタロバプラビティラランバカラマナムアシャマスプリハRajasse Tamiyayante Vivridhe Bharatar Sabha Aprakasho Pravittishcha Pramado Mohaye Vacha Tamasse Tamiyayante Vivridhe Kurunandana Yada Satte Pravidhe To Pralayam Yati DehavriTadottama vidang lokam amalam pratipadyati Rajasi pralayam gatva karma sangishu jayate Tatha pralinastamase mulayonishu jayate Karmana sukritasyahu sattvikam nirmalam phalamRajasastu phalam dukkham Ajnanam tamasa phalam Satvat sanjayate jnanam Rajaso lobhaye vaja Pramada mahutamaso Bhavato jnaname vaja Urdham gacchanti sattasthaMadhe tishthanti rajasaha Jaganna gunavritishtha Adokachanti tamasaha Nanyam gunevyakartaram Yada drashtanupashyati Gunevyascha paramveti Madhavam sodhigachyatiGunanetan atityatri Dehi deha samudhavan Janma mritto jara dukkai Vimukto mrita masnute Dezo, ato haniyaku Hitotsu hitotsu yandu kudasai Juichi setsu kara Hitori hitori hitotsu hitotsuあらゆる感覚器官、目、耳、鼻、口、肛門、生殖器などを通して知恵の光が輝き出るのが札幌が優先の時であると知るがいい。どうぞ。次。また物事に対する強烈な執着、活動の意欲、仕事への野心、焦燥感、熱望などが心に生じるのはラジャスが優勢な時である。バラータ族の勇者アルジュナよ、
さらに陰気さ、無気力さ、誤解、迷いなどが現れるのはタマスが優勢な時である。クル族の子孫アルジュナよ。後ろ。サットワが優勢の時に肉体が死を迎えたならば、その人の魂は思考者を知る人たちの住む清らかな世界へと上がっていく。ラジャスの支配下で肉体が死んだ時には、その魂は仕事に追われる人々の世界に生まれ、タマスの支配下で肉体が死んだ時には、その魂は無知な女の体内に宿ることになる。サットワによる行動の結果は全部で清らかであるが、ラジャスによる行動の結果は普通であり、魂による行動の結果は無知妙明である。サットワからは真実の知識が生じ、ラジャスからは食欲が生じ、そしてタマスからは呼吸と自分と無知が生じる。サットワに生きる人々は次第に高い世界に上がり、ラジャスに生きる者たちはその世界にとどまり、忌まわしいタマスに生きる者たちは地獄のような世界へと落ちていく。後ろ。すべての行為は自分がするのではなく、これら三性質の作用に不可ならぬことを知り、しかも至上主はこれら三性質を超越した存在であることを知る人は、私のもとへと上達する。肉体をまとった霊魂がその肉体を発生させる三性質を超越したとき、誕生と老と死の苦よに下脱し、この世にいるうちから不死の状態を獲得するのだと。ありますか。ミキさん、ミキさん、あ、友達の隣場所ありますから来てください。向こうに座らないといけない。ちょっと下がってください。ダメです。あ、少しね。もうちょっと下が。温度を下げるんですか。そうですよ。下がる。皆さんこんにちは。それ前バガヴァッド・ギーターの中にヨガ・ヤッギャ、ヨガ・ヤッギャについて説明ずっと我々は続けています。それ前はサントーショありますかね。サントーショ英語でコンテンツメント、満足したの状態。それヨガ・シュトラのこれ著作、さあ名前はハリハラアナンドジ。その著作者の一つ説明は、これ普通の世俗的なものに欲望で満足しますと、霊的なもので満足しますと、前より霊的なもので満足すると16回が上です。16回、レベルな、マルティプリケーション、16倍、はい、16倍です、はい、16 times more。 それ一つあります。で今日のあれ、それについてもちょっと言った方がいい。これ
バガヴァッド・ギタの中に今ソントサのアイディアは第4章の22節に入ってます。22節第4章の22節です。第4章の22節どうぞ皆さん、ヤドリッチャ、ラーバーサントシト、ダンドワーティト、ビマツサラハ、サマーシッドウ、アシッドウチャ、クトワーピーナ、ニバッジャティ。これどうぞ皆さん、翻訳読んでください、一緒に。自然に手に入るもので満足し、あれこれを比べて悩みからのことだが、成功にも失敗にも心を動かされる人は、どんな仕事にも束縛されることはない。ヤドリッチャ、そのアイディア、民族教の聖典の中に何回も何回も出てます。ヤドリッチャ、二つ言葉ですけど、ヤッリッチャティ、ヤッリッチャティ、whatever I get、その英語で。自分で何も願いない。ね、願いない、自分で何も言わない。そのもの欲しい。願いなくても何も願っても本当の言わない人からもらったもの、そのものがいい、良くない、性質があまり良くない、小さい、安いそれ何も考えないで満足、それがヤドリッチャー。やっリッチャディ、やっリッチャディ、チャー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 リッチャディ。やっとリッチャティ、それ例えば自分で何も自分何も欲しいではないですけど、皆さんから自分の気持ちであげてます。それがやっとリッチャティ。これ一つ、例あります。ある時独身でした。みんな、シラマクリシュナのみんな、若い弟子たちの中にちょっと議論始まりました。その議論なんですか、食事をとても、ベジタリアン、ノンベジタリアン、どちらがいい。
ベジタリアンの方がいいや、ナンベジタリアンの方がいいっていろいろ議論になりました。でもありますでしょ。で、信者のためにベジタリアン、ノンベジ。もちろん、ベジタリアンの面白いいろいろ定義あります。魚食べてもベジタリアン。卵を食べてもベジタリアン。肉食べない。それでベジタリアン、一つ説明。一つ意味。それでいろいろあります。どっちでも本当はベジタリアンの本当の意味は魚も食べない、卵も食べない、肉も食べない。それは普通のイメージ、インドで。で、それどちらがいい？で、皆さん、例えばある信者の考えで、弟子の考えで、ベジタリアン大事です。もう一つの考えでは、ベジタリアンで食べますと、だんだん弱くなります。ベンガルの伝統的な食事は、ね、ノンベジですから、魚。日本人と一緒。昔の日本人、最近ではない。それで、その時、スラムクリシュナの前に皆さんにいる自分の意見に言っても、シャミビベカンド黙って、何も答えなかった。と、スラムクリシュナはシャミジに言いました。ノレン、あなたの意見なんですか？皆さんに言ってますが、あなたの意見なんですか？と、シャミビベカノンドのその意味を、ヤドリッチャーラーボ。ヤドリッチャーラーボ。意味は、私は何も欲しいではない。何でも、もしもらったものだけで私、十分です。もらったもので十分です。もらったものは十分です。それ、ヤドリッチャーラーボ。ですね。それは、満足するの一つやり方はそれです。自分何もこれが好きです、これが好きではない。ない、それ考えないで、皆さんからいただいたものでだけで十分です、その考え。もし、ある日もらいま、何ももらいません。それも OK です。それを実践しますと、断食の可能性あります。それ皆さん考えないでください。みんな絶対、食べ物、飲み物をあげます。それではない。それを実践しますと、1日、2日間、3日間も、食べ物何もない、それの可能性があります。簡単ではないです。その実践。何でも実践。簡単ではない。それは、ヤドリッチャーラーボ。良いもの良いもの良くな良いもの良くないものだけではなく何もない、時々何ももらおうもらいません。それもあります。それから別の言葉でアジャガラブリッティ、名前聞いたことあります。アジャガラ、アジャガラブリッティは、例えばある時々あるお坊さんはアジャガラブリッティを実践しています。わかるのね、ヤドリッチャリ、ヤドリッチャリ。それから、アジャガラ、ブリッティ。アジャガラは何ですか？パイトン。ヘビ。パイトン、とっても大きい。ですね。と、パイトン、このヘビのブリッティ。このヘビのやり方。何ですか？何の関係あります？パイトンのやり方。アジャガラ、ね、アジャガラはパイトン。The way of the python. What is that? Python はとっても大きいですから動かないんです。口だけ開けてます。他の小さい動物を取り、それの中に入りますと食べます。それの中に入らないと食べない。アジャガラビッティ。それは時々あるお坊さんもそれも実践してます。
they will not even beg, go for begging. Unaji bashoni zutto swarimasu, goka nai desu. Moshi shinja o motte masu, okay. Motte nakute mo, okay. Ajagara vitti. To minna wa santosha no kanke de. Saki ne, santosha. Sugi no idea nan desu ka, ima? Niyama no naka ni, nani ga arimasu? Sugi wa nan desu ka? Santosha no aru wa? Tapasu? Swadhyay. Tapasu wa arimasu ka? Tapasu wa arimasu ka? Tomoko-san? Oi, oi, Kaban arimasu, kono heya kara kaban motte kudasai. Daijoubu desu, okay, misuke masu aru. Sore misuke masu, daijoubu. Sono hono misuke nakatta. Sore wa, kore, sugi wa nan desu ka? Swadhyaya. Arimasu ne? Swadhyaya. So, soucha, santosha, tapas, swadhyaya. So, swadhyaya, kyo no hanashi no tema wa swadhyaya. So, swadhyaya, Patanjali Yoga Sutra no dai nisho no yonju yon setsu no naka ni sono swadhyaya no suite sono koto wa arimasu. Chapter 2, verse number 44. Sono naka ni swadhyaya swadhyaya adishta devata samprayogaha. Desne, sono naka ni swadhyaya. Sono idea dete masu, swadhyaya. Mochiron mae wa dai ni sho no 32 setsu no naka ni soucha santosha tapa swadhyaya ishwara punidhana ni niyamaha, sono mochiron arimasu. Yoga sutra no dai ni sho no 32 setsu no naka ni sono santosha haitte masu. De mata sono santosha ni suite mata saki imashita 44 setsu no naka ni mata swadhyaya no koto dete masu. Bhagavad Gita no naka ni swadhyaya nankai mo nankai mo swadhyaya no koto wa idea wa dete masu. Tatoe wa dai rokusho ite kudasai. Dai rokusho no jusetsu. Dai rokusho no jusetsu nan peji desu ka? Chan-san? 23 peji. Okay, an? Ite kudasai. Nan peji? 83 peji. それで、チャプターすみません、これだね。OK、これ第4章の28節見てください。第4章、チャンさん何ですか？文章の28節は68ページです。OK、見つけました、皆さん。第4章の28節。どうぞ一緒に。ドラッビョ、ヨッギャン、ストポヨッギャン、योगो यज्ञा तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संचित व्रतः. तो ऋषि मिनासान हनियाकु ससंग्या ससंग्या योग्या योग्या
和の御用を唱え物として捧げる人もいれば、自己を規制したり、厳しい誓いを立てたり、ベーダ聖典の学習の成果を供養したりする人もいる。じゃあまた16章の1節。何ページ185ページ。どうぞ一緒に。アバヤンサッナンサッタサンシュッディジャーナヨーガヴァバスティティリダーナンダマシチャヤギャシチャスワディアヤスタパアージャバまたスワディアヤ出てます。どうぞ翻訳読んでください。皆一緒に。思考者が話されます。無理、清純、天命、信心、自然、忍耐、供養、聖典学習、供養、正直。今第17章第17章15節。196ページです。どうぞ見せてください。どうぞ。アヌードベーガカランガワーキャンサティアンプリアギタンチャイヤスワディアヤディハーサナムチョイババーナマヤムタパウッチャティ。どうぞ翻訳。また神の心を苛立たせず、常に真実を語り、心地よく有益な言葉を語れよう。そして霊が聖典を規則的に学習すること、これが言葉の修行であり、供養と言われるものなのだ。でまたスワッダーが出てます。中にえ、そしてスワッダーは霊的な実践の一つ大きなやり方ですですね。ウポニシャドの中にウポニシャドトイッティリオポニシャドありますね。ウポニシャド一つウポニシャドトイッティリオトイッティリオポニシャドの中に一つはこの話あります。勉強は終わりました。終わったら生徒たちに先生いろいろ助言されてます。今からあなたみんな家に戻ります。それの前とても大事な実践のことを私言ってます。家に戻って実践してください。現代のコンフォケーションアドレス言ってます。コンフォケーション、コンフォケーション分かりますね。と学校大学で試験のパスして最後ので、学長こそれさ課長といっぱい教えてもありますね。助言されてますね。一番サーティフィケーションねパスしてですね。と高校の小学校、中学校、学校終わったらありますね。一番セリマニーありますでしょ。とセリマニー大学でもあります。とコンボケーションアドレス言ってます。コンボケーションアドレス、とそれがコンボケーションアドレス。昔はみんな個人的で教えてますね。コンボケーションアドレス日本語何言うの。卒業式、グラデュエーション、とみんなグラデュエーション、その感じだよね。と本当は英語でコンボケーションセリモニーって言います。コンボケーションアドレス、とそれは何を言ってます。その時それと言っているオポニションの中にそれあります。サッティャンバダダラマンチャラスワッディアヤナマプラマダハサッティャンヤプラマディタビアムダラマンヤプラマディタビアム
स्वाध्याय प्रवचनाभ्यंग न प्रमदिताभ्यं तहित स्व सत्यं वदा दजो सत्यं वदा धर्मं चरा धर्मं चरा स्वाध्यायान मा प्रमदः स्वाध्यायान मा प्रमदः सत्यान्यप्रमदिताभ्यं धर्मान्यप्रमदिताभ्यं धर्मान्नप्रमदिताभ्यं स्वाध्यायप्रवचनाभ्यं न प्रमदिताभ्यं とっても整い、またいっぱいいっぱいあります。最初なんです、サッティングだ。いつも真実を実践してください。真実、嘘を言わない。正しいこといつも言ってください。真理のこと言ってください。ダルマンチャラ。道徳的なやり方は道徳的。絶対しなければいけない。ならないといけない。道徳しなければいけない。ダルマンチャラ。スワッダヤンマプロマダ。それが大事。スワッダヤンマプロマダとスワッダヤ、勉強やめないでください。勉強やめないでください。絶対続けてください。また、同じこと、スワッダヤプロバチャナビャンのプロマダ。2回、先生を教えています。なぜなら、普通はいつも試験終わりますと勉強も終わります。examination over study is also over 普通それでしょ。とそれして先生の助言は失笑しないでください。絶対続けてください。 No promoditabhyam 忘れないでください。勉強のことを忘れないでください。とってもとても大事ですから。とスワッダヤプロボチャナビャン、プロボチャナビャンなんですか。教え。できれば教えてください。富と学問、learning、富と学問を比べますと何が違います。例えば富をお金いっぱい皆さんにあげますとあなたのお金だんだん減ってますでしょ。学問反対、あなたもっともっと教えますとあなたもっともっと増えます。減りません、増えます。ですね、そして皆さん自分の学問をシェアしてください。そう、プロボチャナアビャン、それがプロボチャン。と私の話ですね、インドでプロボチャン言ってます。スワミジのプロボチャン。話はプロボチャン言ってます。サツさんも言ってます。プロボチャンも結構普通です、プロボチャン。というのが教え、話ですね、プロボチャン。とプロボチャナアビャン、スワディアヤプロボチャナアビャン、スワディアヤプロボチャナアビャンナプラマディタビャン。Don't forget to study and teach。自分も勉強してください。他の人も教えてください。心配しないでください。もしあなたシェアします、教えますとあなたの自分の学問だんだん減ってます。減ります。普通お金じゃないです。シェアしてください。昔からとってもとてもとても大事にやり方、皆さんの進むのやり方、自己成長のやり方、進む自己成長のやり方はスタディ、勉強。そして我々の大学の名前、私前の大学勉強しました、後で教えました。その大学の名前はビディア
マンディーラ。マンディーラがテンプルです。ビディアマンディーラ。例えば、その大学はお寺です。わかりますか？どれぐらい尊敬してます？勉強はどれぐらい尊敬してます？それで、その名前でわかります。ビディアマンディーラ。仏の神様のモンディー、仏の神様、お寺はモンディーですね。お寺がモンディー。ヴィシュナー、シヴァのモンディー、カリ、マダル、カリ、ドクシナシュアのモンディーだけではなく、ビッディア、モンディーです。テンプル、それぐらい神聖です。学問、それぐらい神聖。と、我々は、例えば本、マダル、サラシュティね、弁天様、我々は学問の女神ですね。と音楽の女神と我々は考えて全ての本の中にマダルカリは住んでてます。本何でも構いません。世俗的霊的何でも神聖なそう、もし足で立ちしますと絶対足は絶対そうします、プラムします。サラスワティが住んでますか？そうそう、マダルカリ今おっしゃってサラシュティいますね、学問の女神ですね。とまだサラシュティ住んでます。マダルカリがいます、テンプル、テンプルの霊にいます。マダルカリのテンプル。そして私はもし、ね、無意識で足、タッチしますと、あれ絶対そうします。マダルカリにタッチします、足で。まだサラシュティにタッチしました。そして、これをプナムします。それぐらい我々は尊敬しています。本。とまだサラスワティの礼拝の時、本向こうで置いてます。本。と、昔からとってもとても大事。勉強はとてもとても大事。と、シャミ・ビベカナンダ。の同じ助言になりました。例えば素因作っていつも書いてます。絶対素因に前スケジュールの中に素因のスケジュールありますね。絶対勉強のスケジュールとってもとても大事です。勉強のスケジュール、そうしないとだん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 素因のディグレーションスタンダードがだんだん低くなります。そして個人的だけではなく素因の皆さんのためにとってもとても勉強が大事です。そうしないと進めないです。その勉強何の種類勉強もちろんそろそろ今話しますと、その種類学問は2つ種類あります。ドゥエーベディトッピーポラーオポラーチョ、前多分いましたかもしれない、パラヴィディア、アパラヴィディア。とパラヴィディア、アパラヴィディア何ですか？ヴィディア、スワッダイはヴィディアですね。何を勉強？それはヴィディア。とサラスワティの名前はヴィディアデヴィ、ヴィディアの女神。ね、ビディア・デヴィ、サラスワティ。サラスワティ・マハバーゲ、ビッデ・カマラ・ローチャネ、ビッシャ・ルペ・ビシャー・ラクシビッダム・デヒ・ノマステデ。それがビディア。そビディアは2つ種類。パラ・ビディア、アパラ・ビディア。パラヴィディア、アパラヴィディア。パラは何ですか？一番高い。と高いレベルの高い種類の学問はそれではないがアパラヴィディア。もっと簡単な説明で、世俗的な学問がアパラヴィディア。霊的はアパラヴィディア。例えば、聖典。真理のことを聖典の勉強はパラービッディア。あ、それ以外すべてはアパラービッディアです。スデービッデベディトビ、両方大事です、勉強。どうして
普通の生活のためにアポラービッド必要です。しかし下脱のために幸せのためにがポラービッド必要です。人間の人生 人生のために両方大事です。パラビディア、パラビディア。一つだけ勉強しますと人生のバランスがなくなります。オパラビディアだけで勉強しますと幸せできません。パラビディアだけで幸せできますけれども断食。お金ない。おじょがらぶって。おじょがらぶって自分のためにいいですけれども奥さんのためにできないですね。奥さん怒ります。何もない。絶対お金稼がないといけないんですよ。それのために絶対フィジックス、ケミストリー大学に入って勉強しないといけないです、ね、そしてお金出ないです。そして一つはオポラービディアは先に言いますね、いろいろ世俗的な生活のために大事です。アポラービディアは下脱のために幸せのために知識のために一緒です。両方大事です。現代の問題は何ですか。皆さんアポラービディアいっぱい勉強してますけど、アポラービディア全然勉強してない。それが問題、それが一番問題です。インフォメーションテクノロジー言ってますね。現代はインフォメーションテクノロジー、インフォメーションのエッジ、そのインフォメーション何のインフォメーション、みんな世俗的です。霊的ではないです。それもいい、もちろんダメではない。しかしこれだけではなく霊的をしないと、まあ3つも同じこと前にバランスでいっぱい言ってますね。外のビューティー、中のビューティー、それではないですか。フィジカルヘルス、メンタルヘルス、スピリチュアルヘルス。フィジカルヘルスだけだと牛になります。ブルパーソナルブレイクブル、とってもとてもすごい、中に何もない、何も空っぽ。その状態いいですか。その状態、例えばブル、とってもすごいでしょ。ですけど中に何もない、頭の中に何もない、心の中にいっぱいボリューム、そしてバランス。そのためにパラビッディア、パラビッディア、聖典の聖典、それを無視しないで、it doesn't ignore、 無視してない、これが面白いです。聖典言ってない、パラビッディアだけ言ってない、パラビッディアも大事です。ドゥエー、ウィッディエ、ウェディトビ、両方必要です、勉強。ですけれども、もっと大事は何ですか？パラビッディア。どうしてもっとパラビッディア大事？言ってください。一つ下人の、大きな下人は、アポラービッド一生懸命勉強しても、その結果は死ぬまで。死んだ後全部無駄になります。また来世からまた幼稚園から入らないといけない。前例えばマスターズ、ドクトレート、全部無駄になります。Isn't itYou have to again get into the Yuchin. Paravidya sore ではない。これはずっと続きます。霊的と心の関係ですから。そして、Paravidya、Paravidya よりもっと大事です。もっと高いです。そして、一番最高言ってます。高い。それがパラーです。どうですか？論理的？論理的？そしてパラビッドは利用必要ですけれども、もっと大事はパラビッド。
じゃ皆さんそれ全然勉強してない。残念です。一番大事なものを避けてます。そんなに大事なものいっぱい興味あります。そう、二つ、二つのがアッダヤナ。ある言葉を使いますと、アッダヤナ。あ、スワッダヤ、特別なアッダヤナ。スワッダヤ。と、二つの普通はアッダヤナ。アッダヤナ。アッダヤナは何でも勉強。すべてはアッダヤナ。しかしスワッダヤナは特別。スワそれは真理の勉強、スワッダーイ、聖典の勉強、それがスワッダーイ。それは違います。スワッダーイ。普通のアッダーイの普通の勉強、目的は何ですか？普通の勉強の目的は例えばいろいろ。普通は例えば学生のために生徒のためにいろいろパスエグゼミネーションの勉強の目的。先生の勉強の目的は教える。それもお金稼ぎます。あ、普通の学生は勉強してもちろんサラリー仕事を探します。それ以外例えば学者になりたい、そのための勉強はあります。先生ではなくてもありませんかですね。それはそれも一つ目的、学者になります。例えばビジネスマン、自分のビジネスどのようにもっとよくそれのために勉強しています。プロフェッショナル人、例えばお医者さん、お医者さん自分も新しい薬何が出ました、それを勉強しています。そうしないとずっと20年前勉強してまたなパスしてまた何も勉強しない、そのお医者さんに皆さん行くかな。そして絶対自分のプロフェッションのために勉強は大事です。 To updateto update himself。 みんなプロフェッション必要でしょ。サラリーマンもプロモーションのために勉強しています。じゃないですか、プロモーション仕事のモットーも一生懸命勉強しています。本当は知識を得るために just for knowledge、 ほとんど皆さん勉強していない。 just for knowledge、 いつも世俗的ないろいろ関係あります。それ以外自分で何を勉強してない、勉強しませんではないですけれども、例えばヘルスマガジンも教えます。例えばね、いろいろありますけれども、それからそれ以外何が勉強してます。我々は新聞、漫画、ね、いろいろそれでとても何ですか、浅いではないですか。あ、ほとんど否定的ね、え、私はあまり私は新聞読んでないですね。たまにそれもインターネットで。どうしてそれインターネットでも時々読んでますと否定的なニュースもその中に入ってます。どこにどなたを殺しました、いろいろスキャンダルなんですが、
それもなぜ皆さん好きですから、それそれこそ理解してて、その感じで新聞のそのもの入ってます。皆さん肯定的あまり好きではない、肯定的なニュース、否定的なニュースが多分皆さん好きです。そして新聞の会社もその感じで作ってますですから、それの結果で気持ちが悪くなります。本当は普通の人はあまり構いません。しかしもしあなたは清らかになりたいと、そのとってもとのリアクション出ます、そのニュースを見て。私のこと分かりますか？世俗的な人何でも全然構いません。しかしあなたは霊的になりたい、本当は霊的になりたい、本当は清らかになりたいと、とってもそれをニュースを見てとってもリアクション出ます。どうですか？私の言うことどうですか皆さん？え、正しい？実践清らかになりたいと全然かましゃきません。何でもだけだ、それ好きに好きになってますと。普通の勉だって普通の質問は浅いだけでの否定的です。 not only superficial but negative。 それも勉強あります。勉強多分それ言わない方がいい。普通に読む。それいつも野菜、これ浅いと、例えば否定的、ネガティブ、スーパーフィシャル、あらまり意味ないです。関係ない、意味ない、それもいっぱいあります。ですけれども、もし人に言います、あれ、あんたちょっと毎日ラムキシの福音を読んでください。時間ない。それのために時間ない。それのために時間ない。それが本当面白いです。ですね。それは大事はスワッダヤなんですが、さっき言いました、信心のことを勉強。神様のことを勉強。永遠と無限の存在の勉強。自分の本性について勉強。宇宙の本性、神様の本性について勉強。ですね。そうしないと、何が問題出ますと、二つ例を私は言います。一つはチャンドッギオポニシャであります。チャンドッギオポニシャの中にその話出ました。ナーラド、皆さん名前聞いたことありますか？ナーラド、とても有名な聖者。と、もちろん突然聖者になってないでしょ。と、ナーラド昔はその話、いっぱい勉強しましたですね。ですね、いっぱい勉強しても、例えば哲学、文化、星占い、それから天文学でいろいろ勉強しても、安心、幸せはなかったですね。幸せなかった。でそれにある聖者に言います。私はいっぱい勉強しますけど、どうして私は幸せ出てない。でその答えは、あなたは哲学を勉強しますけれども、本当は下脱の目的で哲学を勉強しませんでした。そして哲学も世俗的な学問のなるの可能性あります。わかりました？そしてそれも大事です。
それも一つ例を使います。例えばある船頭さん、ボートマン、船頭さんはある学者の船皆さん知っても皆さんの笑いますよ。知っていますと私その話でそのうち言ってますね。何ですか、そのボートマンは何も勉強しませんでした。それ学者はいっぱい勉強しました。ですけど突然は大きい中大変な風出ましたが流れてましたから、例えばその船はスズメの可能性ありましたから、スズメでそのボートマンに言ってました、うん、それは前学習しました、あなたの 人生は 25% 無駄、 50% 無駄、 75% 無駄、だん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 言ってました。とその時大きな風出て流れて突然始まったら、でこの船頭さん、尋ねた日をあなたは泳ぐできますか、泳ぐできないと、あなた100人生の 100% は無駄になりますよ自分自身の 100% は無駄になります。それ見てください、そのが学者哲学も勉強しました。ですけれども助けてない、人生の問題、束縛を解放する、霊的な無知を取り除く、それを実践しないと本当はスワッダイを言わないんです。とスワッダイを意味は聖典勉強だけではなく下脱の目的で勉強する、それがとても大事なポイントです。そうしないとそれもスワッダイを言わないんです。それプツのアッダイアンになります。ベーダー、ベダンタいっぱい勉強してももし目的は下脱ではないと、その真理の勉強もスワッダイを言わないんです。とシャンカラチャリア一つは有名な参加あります、バジョゴビンダム、皆さん聞いたことありますか、バジョゴビンダム、バジョゴビンダム、バジョゴビンダム、ゴビンダム、バジョムーラマテ、タプテトゥサンニヒテカレ、ナヒナヒラクシャティドゥキンカラニ、バジョゴビンダム、バジョゴビンダム、ゴビンダム、バジョムーラマテ、タプテトゥサンニヒテカレ、नहि नहि रक्षति दुःखं करणि भज गोविन्दम्। इमे नाम देस्का मुणामति मां तो बका 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 आता पुलिस ओरो ओरोका ओरोका मनो आता ओरोका मनो दोस्ते आते इत्पाय बिंक्यु शिमास्ता सेते इत्पाय बिंगे बुंपो ग्रामर तो तते दुःखं करण सरेगा बुंपो न हितस्वा आइडिया ですね。文法の中に do, clean, current いろいろありますね。とさ、もしすぐ死ぬの可能性あります、例えば死神来ます、現れますと、あなたはもし文法いっぱい唱えますと何も助けません。いっぱい文法のいっぱい唱えても何も助けません。そしてバジョゴービンドム、ゴービンドは神様のことを考えてください、神様を練習しててください、神様を礼儀、それが大事です。とスワッダイはそれも関係あります。神様の悟りたい、自分の本性を悟りたい、下脱が欲しい、その目的で勉強しますとスワッダイです。そうしないと普通のオッダイアになります。その皆さん忘れない方が大事。そしてもちろん我々ブテシャーノンデジ、我々プレシジェントモハラジでした、日本の何回も来ました記憶が、その方は大学でサンスクリット勉強しました。サンスクリットその時いっぱい聖典の勉強しましたね。聖典の勉強しなければいけない、サンスクリットの勉強の時聖典も勉強しないといけない、入ってないある
先生、聖典の先生、とってもよ、とっても上手、説明、議論。ですけれども、自分の生活はとってもとっても世俗的でした。ね、聖典とても上手、聖典の学問。ですけれども、自分の人生の何も関係ない、生活と何も関係ないです。それと、サッダイは言わないです、そのために。そして、シャンカラチャリは言ってます。あなたいっぱい議論に上手になる、それが目的で勉強し、聖典勉強しないでください。勉強しないでください。なぜなら、どのように下脱をできます。そこから解放します。安定して幸せできます。コルモはなくなります。永遠になります。その目的で勉強してください。今はスワッダイは何ですか？それ今言っています。一つはどのように勉強しますか？聖典、もちろん普通の勉強と聖典の勉強ちょっと似てます。で、今スワッダイについては私はやり方言っています。どのように勉強します？聖典と、さる段階やります。一番最初の段階はリーディング or ヒアリング、どっちでも読むと聞く、同じ。リーディングと何ですか？ヒアリング。と、それの次は何ですか？アンダースタンディング。理解。皆さん、とっても大事です。その段階のことを覚えて、絶対覚えてください。と、最初は読むと聞く、それの後は理解する。アンダースタンディング。それの後、とってもとっても大事な段階なんですか？それいつも私は言ってます。その段階、皆さんは絶対ほとんど皆さんは実践してない。それは何ですか？反芻する、ルミネーション、反芻する。何回も例えば言ってますね。みんな一生懸命守しても、閉じて家に戻ってまた開けないで、また1ヶ月後インド大使館に来てまたメモを開けてます。復習すればいいか、復習する、反芻する、否定的な意味。そうですか。 OK、 英語でルミネーション。でルミネーション、ちょっと面白い、皆さん多分それ見たことない、あれはいっぱい見てます。見て、子供の時いっぱい見てます。インドで目牛、どこでも目牛見えますね。で、目牛の何がやり方、食べるのやり方、それ最初はいっぱい食べます。いっぱい食べた後、それがルミネーションしてます。中のものを出して、ゆっくりゆっくり注意して、注意して、注意して、それがルミネーション。ハンス。それハンス？それハンスしてます。ね、牛が一回袋入れたものを持って、噛み直す。あ、知らない？繰り返す。知らなかった。山田さん知らなかった。びっくり。びっくり。それがルミネーション。それが、これが牛だけなのよ、やり方です。そうしますと消化、ダイジェッション、ベリーグッド。人間の滝言いますね、もうちゃんとは理解したいな、そう絶対必要です。し、本当は何回もそのこと言ってます。皆さん、メモだけではなくしないで、本当はルミネーション、復習して、復習してください。しかし、私は
助言だけ聞いて従ってないみたい。全然従ってないだよね。それでレベルがバラバラになります。いっぱい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 話聞いても勉強してもレベルが上がってない。もう一人はレベル結構上がってます。これが原因、大きな原因それです。いっぱい読んでもダイジェスションないです。ルミネーションないで、特殊ないです。そして理解のレベル上がってない。それとってもとてもスワッダイアのためにとってもとても大事、リフレクション。それのために私は時々できるだけ実践してます。話の後、信者たち、例えば理解記憶になりますね。理解の後にみんな信者と一緒に何を勉強しますって言ってください。何が感動しますか、一番ポイント。スラムキシノのやり方もそうです。スラムキシノ一番高いレベルの先生でしたね。M さんに、ね、M さんで最初はいろいろ、もちろん霊的な話いっぱいの後で M さんに言ってください。何を私話しました。 M さん、あなたそれ言いました、それ言いました。うん、違います、それ言いませんでした、そう言いました。それ本当はグッドティーチャーのシンプルです。先生を一回教えるだけではなく、また皆さんそれをまたディスカッションします。とってもとても、そうしないと残り何もなせん、なりません。残りすぐ皆さん忘れます。そう、もちろんいつもしないと個人的でそれ実践してください。フォーカス、個人的で。そうしないと、もちろん他の場所に遊びに行かないでインド大使館に来て勉強してもとてもいい、本当はいいですけれども、もっと結果はもっと出ます。もし個人的で皆さん復習しますと、そう、スワッダイはそれです。復習と第三番のやり段階はそれです。やり方、次は何ですか。リメンバリー、覚える。ね、リフレクションで終わらない。次は思い出す、覚える。それの次は何ですか。それが大事。それヨティッシュラーノンデジ、我々有名な本、とってもとリリジアスクラシック、メディテーションアンスピリチュアルライフ、名声と何が、とっても素晴らしい本と。私は日本語で今一つボリュームだけ出ましたけれども、英語でとても大きい、とってもとても素晴らしい本。その中、ヨティッシュさんに質問を言うことは何ですか。皆さんのこれ、それを実践してない。Habit of reflection, habit of thinking。 読んでますけれども、考えてないです。Thinking and reflecting。 いっぱい本読んでますけれども、There is no reflection and thinking。 フォークスないんです。それのためにアイディア勉強しても、いっぱい勉強しても、アイディアいつも自分の知識は浅い、間違い、ぐちゃぐちゃ。 Their idea is not clear。 They're reading lots of readingBut because thinking habit, reflection habit, focus の実践してない、考えないですから、いっぱい勉強しても、is ill-digestion。 Indigestion。 Indigestion なんですか？消化不良。あ、それになってます。いっぱい話してます。ですけども、その間違いこといっぱいあります、その中に。それで、一番最後は何ですか？ Practicing。 実践する。ね、また言います。何を皆さん言ってください。一番最初は何ですか。どうぞ一緒に読む。次は理解する。理解する。次は何ですか。復習。そ
それは何ですか？覚える。次は何ですか？実践。そこまでいかないと、そうサッダヨではないんです。アビギャーテパレタテシャスタディティニシファラいっぱい勉強してもし実践しないとみんな無駄になります。もちろん講話の時話の時いっぱい引用してますけれども、その学者いっぱい聖典からいっぱい引用してます。ですけど何も実践してない。それのためにトゥリアノンダジ、名前聞いたことあるんですね。トゥリアノンダジ言ってます。私はある時バグバッドギターの一つ一つ節を一週間瞑想してました。 One verse, one week。 それがスワッダヤのやり方です。一つ verse が一週間でずっと考えてました。それで本当は普通のお坊さんのトゥリアノンダジになってます。そうです、うん、ずっと考える。それが一つ先の複数、それが複数。例えば活動の中に無活動、無活動の中に活動、何ですか？もちろん意味が出てますね。これがサンスクリット意味、全然わからないと。その感じで進めますとあまり意味ないですね。バグワで最初から最後まで何回も読んでても意味あまり出ないです。なんか理解できてないですか？ある時トゥリアンジとってもとっても高いレベルのお坊さんだけの学者もいます、ね、トゥリアンジ学者。あるお坊さんブラマチャリ、トゥリアンジモハラージ、私はあなたからこれバガヴァッド・ギーターを勉強したい、トゥリアンジ OK 来てください、教えます。で、あるとてもその喜んで、そのお坊さん、ブラマチャリ来て、トゥリアンジ言いました。あなた、毎日毎日、一つ、同じ一つずつ説をずっと考えてください。考えて、理解して、次の説。その感じで、あなた、バガヴァッド・ギーターを勉強してください。で、教えが終わり。教え終わり。オーバー。これがフォクス、リフレクション。そうします。本当は自分の無意識で変化します。ですね。その感じで勉強しますと、無意識で我々は変化します。Unconsciously we will change。突然の我々は聖者になりませんでしょ。では、スワッダヤの今結果は何ですか？今言います。あ、じゃあ、OK、もう一つと。ともう一つちょっと面白いことがあります。と普通はベーダントの勉強のやり方、スラバナ、マナナ、ニディディアーサナ、それの後はサマーティです。最初はスラバナ、同じこと先ですね。スラバナと伝統的で、伝統的なアイデアはそうでしょ。スラバナ聞く、あ勉強、マナナ、それマナナはそれです。複数で、それの後は集中して、それから集中する。それがネディディアーサナ。その後サマーディ。と、ある、俺、そういうの別のお坊さん。それもその方もオンカラーノンデジ。それもとてもとっても、これ、お坊さんと学者の利用とても高いレベルです。オンカラーいっぱい。しかし、本当は残念。その方は何も本書いてなかったですね。とボテシャンジもあまり書いて、皆さんテープ、レコード、テープ、レコード、レコードして、後で本の形で、自分で何も書いてなかった。
それウンカラノンデジもうちょっと前の方でしたから そんなになかったです。普通はなかった。テープレコーディング本当は残念です。とってもとても素晴らしい学者でしたとお坊さんと、その方は我々インド我々文化センターでは南コルカタでインスティテュートオブカルチャー文化センターで、向こうでその方は毎週毎週ウポニシャド文系教えてます。毎週毎週ウポニシャド教えてますと、ある別のお坊さんに言いました。モハラージ、あんたずっと教えてましたからどうですか、皆さんのどのように進んでますみんなと、モハラージ言ってました。我々みんな聞く人、聞く人のためにその一位そばの、それの次は物の、次は何ですか、ネディダーショの、そのサマディの前3つの段階必要ですね。と我々の聞く人のために3つの段階いらない。そばの後すぐサマディに入っています。わかりますね、ちょっと聞いてすぐサマディに入っています。意味何ですか、すぐぐっすり寝てます。なぜなら暑いですから、そのホールがエアコンになります。エアコンディションこれからほとんど暑いでしょ。ですからそのホールがエアコンあります。普通はあまりないです。その時今結構普通ですから、と我々の聞く人のためにその段階いらないです。そこの後すぐそまでに入ってます。もちろんジョークですから、みんなそれそれではないんですね。一生懸命聞いてます、目を開けて。それはいいです。しかしそれがものの必要ですね。それから今スワッダハヨが何が肯定的結果ですか。一つはもちろんブッディ、知性はサッティカブッディになります。サッティカブッディと、ラジャスブッディ、ラジャス的なブッディと、トマス的なブッディ、バガヴァッド・ギーターの中にありますね。例えば、18章、見てください。18章。18章の、それから30、32節。209ページ。18章の30から32節。どうぞ一緒に。見つけました皆さん。プロビどうぞ。プロビティンチャー、ニブリティンチャー、カーリア、カーリエ、ハヤ、ハエ、バンカム、モクションチャー、ヤ、ウィッティ、ウッディーサー、ハート、サトゥキ。どうぞ、ハニヤコ、どうぞ一緒に。仕事をすることとしないこと。するべきこととしてはならぬこと、恐れるべきことと恐れてはならぬこと、また束縛するものと自由に導くもの、これらをよく分別する知性はサッドア的知性である。 OK、 で次ラジオシーどうぞ。ヤヤダルマンアダルマンチャカリアンチャカリアメバチャアヤタバプラジャーナーティブッディサパルタラジャシー。どうぞ翻訳を。正しい信仰と不正な信仰との区別、するべきこととしてはならぬことの区別、これが識別できないような姿勢はラジャシャ的姿勢である。リーダーヒの息子アリュナイ。その知性こんなにいっぱい、ね、こんなにいっぱい、ラジャス的。次、タマス。アダルマン、ダルマミティヤ、マニヤテ、タマサーブタ、サラバルタン、ビーバリータンシチャ、ブッディーサ、パートタマシー。どうぞ、ね。正しくない信仰を正しいと。また正しい信仰を正しくしないと、すべてを反対に。反対。本当反対かね。正しいのうちで反対理解しています。それとも素敵なの。
で終わりました。もっとどうぞ。また二人に取り替えてしまう妄想と無知の暗闇に覆われたような姿勢はとも素敵です。皆さんのほとんどは私は素敵でとも素敵ですし、そっと的になりたいと聖典な勉強が大事です。スワッダーは大事ですですね。だからスワッダーを勉強しますと分かります。何が正しい、何が正しくない、何が真理、何が真理ではない、それのためとってもとっても大事です。人生のサポートのためにとってもとっても大事です。フィジックス、ケミストリー、マテマティクス、エコノミクス、サイエンス、アストロジー、アストロノミー、ね、いろいろ普通で何も助けません。何も助けません。聖典で助けます。例えばバゴバギーだ、素晴らしい本でしょ。どうですか、バゴバギーだ勉強しますと分かります。何が正しい、何が正しい考え、何が正しい、みんなとっても詳しいことをそっとラジャスタマス詳しいことを説明しています。それ人生のサポートの大事な本ではないですか。これ聖典、それのためにどうってもとても勉強の結果はそう一つですね。それは何ですか。真理のこと勉強。真理は何ですか。一時的、あれ永遠、有限と無限と一時的なこと皆さん分かりますけど、永遠のこと普通でどう勉強しないですね。聖書のために聖典の勉強は大事です。そう、聖典の勉強しますと何か真理のフォーカス集中してできます。次は何ですか。やる気。皆さんの本当の問題はやる気、やる気をやる気を出てない、やる気を続けてない、二つ問題。絶対やる気は出てないですから何も良い実践してないですね。もう一つ、やる気出てますけれども三日坊主なくなります。聖典でとってもとっても助けます。 If you big problem、 皆さん本当は我々みんなその経験になりますね。素晴らしいやり方始まってもやめてます。いろいろ英語を勉強します、でまたやめてます。音楽を勉強します、やめます。踊り勉強します、やめます、やめました。皆さんありません、その経験ある。ありますみんなほとんど三日坊主です、自分の問題なんですか。これやる気を続けてない、それが皆さん本当は問題。どのように本当に素晴らしいものを始まっても素晴らしい、例えばやり方で続けてないんです。残念です。続けないとあまり結果出ないですね。聖典の勉強して、例えば瞑想をやる、瞑想、例えば心理の実践、霊的な、例えば道徳的な実践、目がやる気出てない、それ聖典の勉強しますとそのやる気が続きます。もう一つが神聖な交わりの代わり、It's a substitute of holy company。 そんな聖典の中にとっても、いつもね、神聖の交わりとてもとても大事です。でいつもほとんど我々は周り、世俗的な周りです。で世俗的な周りですから、我々もっと苦しみ悲しみ増やしてます、ですね。みんな一時的なことばっかりです。これあなた電車の中に
私時々聞いて、最近日本に来た後何も日本語分かりませんでしたから全然大丈夫でした、安心。今大体 70%60% 一回分かります、普通の会話で。真理のこと、神様のこと出てますか？ある時ある3人女性はみんなお風呂何時間に入ってます、それのもそのディスカッション10分30分20分ほとんどそれではないですが、女性男性が構いません、周りそうです。でその時は晴天だったよね、あなたも同じ場所にほがないですね、みんな自分で救ってください。神聖な交わり、どのように作ります？OK、その時バゴワゲテ読んでください、福音読んでください、聖書読んでください。でその感じであなた自分の周りは環境を作ることできませんか？もちろんあなたそういうの他の人はどうしてもあなたその本読んでます、それを言わない、もちろんお邪魔しない、それもそれがいいです個人的に OK、 あなたはその時例えば神聖なマントラを聞く、神聖の歌を聞く、その感じでできませんか？できますでしょ、本当は知ってます、信者初期で知ってます。それで神聖な交わりの一つはやり方はそうです、聖典の勉強。どうですか、できます？できますか？皆さんほとんど仕事の関係で毎日やってでしょ、電車で行ってませんか？行ってますでしょ、ほとんど。とその時ずっと居眠り、あとは漫画、あとパソコン、テキスティング、そうしないでそれをしてください。その毎日時間できます、その感じで。それがもう一つ何ですか？そう、聖典で座ったりしますと心はとても低いレベルに行きません。時々心はとても考えは低いレベルに行くの可能性あります。もし勉強の実践しますと、でその時それそこまで行かないんです、助けます。それからその勉強は我々の人生のどのようにサポートしますか、それをいつも考えてください。でサハナーボートモントありますね、皆さん毎日その勉強のそれのとってもそのアイディア入ってます。サハナーボートサハノーブナットサハビリアンカラワーワイテージャスティナーバティトマスと、我々の勉強のもの、勉強のもので何が力を出ます。それから養う、ナリッシュメント、養い、何を養う、だって自分の人生、 It will nourish my own life、 ナリッシュメント。それが守る、いろいろサハナーボートのその意味です。そして我々はいつもインドでそれが伝統です、絶対勉強の前そのものと唱えます。そうしますと勉強の目的と思い出します。そうしないと普通、先ほどの普通世俗的な勉強になります、世俗的な。そう、聖典のいつも我々はどのように自分の人生をサポートされます、そのことを考えて勉強する、本当はサポートしてますということをサポートしてます。それからもう一つは時間は流されてますから、また前の時間に戻らないですね、昨日の時間、午前の時間、午後に戻らないですね。それでユーティライゼーションオフタイム、よく使う、それ聖典の勉強してよく使うことができます。もう一つととても何、ブレインビカムスアクティブ、とても浅いものをもし読んでますと、例えば
普通の普通の雑誌と新聞、the brain becomes そろそろ鈍くなります。But very important Alzheimer's disease。と聖典勉強しますと本当、brain becomes more active because serious ものが、テーマがシリアスですから。わかりたいですから。そして it's an exercise of brain。脳の運動。そう、this is a それです。ですね。何か絶対違います。普通の雑誌と新聞と聖典の勉強。そしていっぱい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 良い結果が出ます。ですね。しかし何が問題？時間ない。本当は時間があります。タイムマネジメント。さっき言いますね、いっぱい無駄のやり方、あまりいらない。そのために時間いっぱい使いますと、必要なもの、大事なものの実践のために時間はなくなります。もちろん。そして個人的で考えて、絶対スケジュールの中に毎日少なくても30分から1時間毎日勉強してください。あ、もちろん土曜日日曜日の時時間絶対やります。もっとですね。その後はセレクションオブ何の種類本聖典の中に、それも後で次は話します。とそれ一つは終わりました。で今ちょっと時々この話を帰る人いますから、帰りたい人、それ今ちょっと説明します。2つものをあなたは発表と説明しています。皆さんもらいました？例えば1つ CD もらいました。皆さん CD とチラシ、皆さんもらった、もらってないとちょっと言ってください。もらチラシをもらってない、ちょっと手を出してください。これもらってない人ちょっと、どうぞ。僕あ、じゃあそれで OK 大丈夫ですか？どうぞ OK、 今座ってください。横さん、皆さん座ってください。 OK、 とそれは最初はね、皆さん最初はこれ、おい、これあります。これ伊勢神宮と去年小屋さん何人参加します？ちょっと手を出してください。これそれ結構来ましたでしょ。でそれは今年は伊勢神宮ありますから、ね、向こうねこれ理解ありますから、詳しいことをみんな書いてありますと。我々希望はできるだけこの勉強会のいっぱい人参加した方がいい。なぜなら本当は聞くだけではない、これは実践のチャンスあります。もちろんこれ伊勢神宮に行ったことない、ちょっと手を私は行ったことない、お結構いますから、で行った方がいいと思いますよ。私は一回行ってとってもいい場所だけど、向こうのとてもインポーテントプレス、一番神聖な場所に入るの可能性ありますから、それ一つですね。そう、皆さんはできるだけこれ予約してください、参加してください。次はこのモントロですね。そう、教会からそのモントロはの CD を出ますとですね、とその CD のちょっと紹介しています。普通はあまり私教会が出版した CD をあまり私紹介してない。しかしこれはどうして紹介してないな、私の考えでその CD は本当は助けますから、で自分の心と霊とっても助けますから、今ちょっとあなたにちょっと紹介されたいです。一つは
そのこれ特徴はその CD の中にそれヒンズー教と仏教のモントロ大事なもの入ってます。ヒンズー教の中の2つモントロとても有名、ガヤトリモントロ、皆さん名前聞いたことあります？ちょっと手をガヤトリモントロ、それです、皆さん聞いてます。ともう一つはマハムリットインジャーモントロ、名前聞いたことは何人？それはそんなにないです。とガヤトリモントロとマハムリットインジャーモントロ、大体今から5000から4000前それを作り出ました、ね、そのモントロ5000年今から4000年から5000年前と出ました。でそれとっても素晴らしい、その2つモントロ何が特徴、2つモントロ、1つはとてもこれピースフル、例えば聞きますと心は静かになります、肯定的なエフェクト出ます、神聖なエフェクト出ます。それからこれ普通セクラルバイブレーションは神聖なバイブレーションになる。もう一つはモハムリットインジャーモントロのもっと特徴はちょっと守ると力、ね、キューレティブ治療、キューレティブなんですか、治療的な結果とプロテクティブ守る、そのモハムリットインジャーモントロそれの有名です。とオントランビアカミヤジャーマヘスゴンディン、そのモントロあります。その2つモントロですね。それからもう一つなんですか、 CD 今結構インターネット出てます。それはほとんどはこれ伝統的ではない、自分のメロディーといろいろ使って結構あります。本当は伝統的な発音とても少ないんです、このその数字、まあ、ガーティモントと我々はその CD の中に伝統的な発音を使ってます。もう一つ何ですか、これガーティモントモハメツには時々プロフェッショナル人、しかしとても声をきれいですけれどもプロフェッショナル人です。その CD はお坊さん、ヒンズー教のお坊さんと仏教のお坊さんを作りました。それが本当は特徴ですですね。それで例えば向こうは108、これ CD の中にモントとテクスト、何が言葉と意味入ってます。それからもう一つなんですか、時間の問題ありましたから、それガヤトリモントは108回できましたけれども、マハメットンジャーができませんですね、時間の問題。そして我々はこれ54、それ回、まあ、2回プレイしますと108回になります。108回と特別な数ですから、でそれもその感じで作りました。と、例えば5つ使います、その普通の CD、 それも時々聞く。そこの CD の目的は毎日毎日使う。例えば5つ使います、と例えばヨガの、いつもあれば皆さんに尋ねてもヨガを実践する人、伝承する人で、ヨガの時何が BGM みたいで何が CD ありますか、そのためにその CD とてもいい。私も毎日、まあ、大体毎日自分で使ってます。それから瞑想の前、瞑想の後もとても助けます。なので雰囲気作りますから、そのモントロ。それ全部しなくても、例えば10分、15分。で瞑想の前、瞑想の後、ヨガの時だけでも普通の朝、そうして自分の仕事やっても、まあ、とても真摯な雰囲気出ますと思います。とその CD を聞いた、聞くことできます。何人今こっちいますか、ちょっと手を出せ。であなた聞きました、これモントロ どうですか、まあ、ちょっと印象ちょっと聞きたいです。どう言ってください。心が穏やかに。ひしなさんどうでした。心が穏やかになる。あ、じゃあ清美さん、あ、ちょっと別のコメント。声がすごくクリアで心もクリアになってます。お母さん聞きました。はい、聞いてます。心が穏やか。こちこちあなた。心が落ち着きます。
もうどなた聞きました？あ、どうですか？幸せになる。幸せで本当はとてもいいと思います。さあ、あなた自分買いますか、ね、あなたも自分で決めてください。私の助言は自分のためにだけではなく友達にプレゼンされた方がいい。それです。ともうちょっと今小さい声で 15% を値引きできます。参加者参加バガヴァッド・ギーターの勉強の参加者のためにできます。 OK、 それで発表終わり。今日もしこういうお金の問題だったらまたもちろん気をつけたら買うことこっちからもできます。